たびたびすいません。こんばんは。いや、もう本当に寝ます。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 もう、じゃあもう本当に寝ます。じゃあ母親に怒られたんで、もう一言だけ言って寝ます。本当に。もうこれ以後、じゃあもう俺が今から言うこと言って、もうこれ以後、この話もう一切なし。明日からもう僕はゲーム配信します。もうこれ以後はもう一切なしです。一切なしです。なんかその俺がね、なんかさっきのあの枠でなんか間違っちゃったんだろうみたいな、もうそれは事実を俺は今自分の枠で確認したから、それをみんなと一緒に見て、もう今日終わって寝ます。あんたあんな茶化して、高田さんにも失礼でちょっと怒られたんで、もうそれはあのうちボスの言うこと絶対なんで、もうそれだけ見て本当に寝ます。もうすいませんでした。もう俺もやりたくないよ。もうこれ見て本当にもう、あ、そうだったね。わかった。あの時そうだったねっていうのを改造して、もうこれ以後、俺と高田健司以外はこの話題に触れることを禁じます。俺の視聴者であっても。いきます。伝えたじゃん。はっきり言って、この枠、この放送俺もマジ見たくないです。1日経ったらタイムシフト消します。見たい人は保存してください。じゃあ、順を追って説明します。ことの始まりは、2016年3月1日にまで遡る。もともとは町会議のリポーターの仕事だけあった。町野球はブースが違うので関係なかった。まず俺から言います。高田健司がリナリナに野球ブースにも行けるようにお願いした。ありがとうございます。リナリナはドワンゴに交渉した。3月2日にドワンゴから加藤純一一人では厳しいと返事が来た。3月の5日くらいに母校のバーターになることで野球ブースに行くことの許可を得た。ゆうざきさとして野球ブースに行くことになったことが、ここで高田とリナリナに咀嚼が出る。ってところから行きます。はい。じゃないですか。そう、要は放送で加藤に伝えた通りに、飯田さんにも LINE 送ったんですか。1日でしょ。あ、そうね、ごめんなさい。こういう風に伝えてますって。で、飯田さんは高田に何て伝えたか言って、軽くその伏せなきゃいけないところは伏せていいから。まあ、レポーターとして、うん、まず3月1日に、うん、まあ、レポーターの、まあ、てかあんまりね、これ言えないですけど、まあ町会議の、まあ、レポーターの仕事、うん、まあ、もう発表されたんですけど、うん、まあ、もう小先生がやるやつですわ。そう、まあ、うん、超ユーザー記者、うん、まあ、そこで、まあ、どっか回って好きなところ、うん、回ってやれるっていう仕事のようなんですね。それを高田に伝えたってことだよね。まあ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 、それで、うん、高田さんが、まあ、町野球の方、うん、そう、ブースが分かるじゃないですか、うん、なんで高田はさ、みたいなことを、うん、ごめんね、聞こう、うん、はい、最後までいいですか、うん、ごめんなさい、はい、言われて、うん、はい、懐かしいですね、どうですかねって言って、まあ、ちょっとドワンゴさんに聞いていますねみたいな話をしたんです。はい、うん、で、そのまま伝えた。だからそのまま伝えてねえじゃん、お前、向こうも聞いてんだって。なんで嘘つくんだよ。リポーターするって言ってんじゃん、俺。なんで嘘つくんだよ、向こうも。じゃあ俺も嘘ついてるの。聞いてください、最後まで。ちょっと最後までいいですか。うん、はい、うん、それは高田さん間違いないですよね。俺間違いないですし、その時俺押したのは加藤だけだったじゃないですか。俺もこの名前出してないじゃないですか。うん、うん、そう、それで3月2日に次の日に1回、加藤さんちょっと厳しいですみたいな話されたんです。そうましたね、それ全部言って、うん、いきなり食い込むのは、うん、で、まあ、それはまああって、でもちょっと、まあ、高田さんもなんとかなんないですかねみたいな話はしてたんです。なんで今俺が厳しいって視聴者でそんな情報をさ、あれすんの。お前、ごめんごめん、うん、聞いてください皆さん、うん、最後まで、後日、うん、次の日ぐらいかな、うん、にこれが最後ですか、なんとかならないですかねっていう、まあ、高田さんの熱もあったんで、まあ、ドワンゴさんに伝えたんです。だからそのユーザー記者でってことでしょ。そうです、そうです、もちろんそれは高田知ってたんだよね。俺ユーザー記者ってちゃんと聞いてないですよ。企画書がまずユーザー記者でしたし、ここがリナリナと高田健司の層です。皆さん今聞きましたね、ご本人たちの口から。まず今層1個出ましたね。この件について俺は、まあ、次から説明します。この件について、いやいや、それおかしいだろ、じゃあお前なんて LINE 来たんだよっていう話になりました。では お聞きください、どうぞ。だから高田が本当のこと言ってほしいんだよ。ユーザー記者って言いましたよ。なんで嘘つくの。いや、だから俺最初にリポーターで回ってもらうって聞いたじゃないですか。俺それをそのまま本当に単純にそのまんま加藤に伝えてますから。いや、だからそれが嘘なんだって。俺もこうも俺も聞いてないんだって。そうやってだ、3人で会った時にお前は確かに言ったんだって。そうやって
勘違いじゃなくて意図的に変えられてんじゃん、そこは。いや、俺変えてないから、本当に。じゃあなんで3人の意見が合ってるのにお前だけ違うの？じゃあ俺本当に変えてない。じゃあこれ本当に。まあ、僕はまあ今のとこ、両者の意見聞いてわかんないですけど、うん、僕事実最後まで言っていいですか？はい、ごめんなさい、言って。うん、あ、じゃあ全部お願いしますよ。はい、で、まあ企画書、まあ3月1日の時点で見せたんです。うん、で、まあそういった経緯もあって、ちょっと厳しいですみたいな、ボタボタあって、なんなら3月の5かな ?5 ぐらいになんとか、まあ、もこ先生と一緒だったらっていう形で OK もらったんです。もこのバカじゃねえか、俺。聞いてくださいごめんなさい、それはちょっとネタにしますけど、はい、ね、その時点で高田は言う、いや、じゃあ高田しゃべんないで、俺の質問だけ聞いて、高田、俺の質問だけ答えて。分かった分かった、俺も話してんだけど。いい、俺の質問だけ答えて。で、その時点、3月の9日の時点で高田はユーザー記者だって知らなかったってことだよね。だからその時に知ってたことを全部話すと、じゃあイエスかノーかで答えて。知らなかったんだよね。だってユーザー記者をやるもんだと思ってなかった、俺、本当に。うん。お二人にお伝えしたいんだけど、あのね、その、俺、放送でも話したんだけど、その件に関して別に俺、高田に怒ってないって言ったじゃん。今、分かりましたか？これで、だから、高田も勘違いしてたかもしんないし、俺、その辺の情報がぐしゃぐしゃになってたんですよ。今、聞きましたね、皆さんの耳で。今、聞きましたか？皆さんは。今、聞きましたね。僕も発狂してるし、高田健二も、そう、ちゃんとした情報を伝えてなかったって今言いましたね、今。で、その後、ユーザー記者として、懲役ブースに行くでしょで、言ったんだよ、俺が。そしたら、そうです、そうです。飯田が言う。それを高田知ってたんだよね、加藤純一が言う。俺、ユーザー記者ってちゃんと聞いてないですよ。ご本人の口から今出ました。いやいや、企画書がユーザー記者でしたし、ユーザー記者って言いましたよ。いやいや、ユーザー記者やるもんだと思ってなかった。まあ、これはしょうがない。これはもう、俺は怒ってない。俺言いましたね、今。怒っていませんでした、加藤純一は。聞きましたね、今。ただそれはちょっと聞きたかっただけで、その件に関して別に怒ってなかったの。ああ、飯田さんにも言ったじゃん、その件しょうがないよって。高田にも言ったじゃん、まあ勘違いだったのかなと思って、ね、むしろ自分が悪いみたいなこと言っていただいて。いや、その放送でも言ったじゃん、放送でもそうやって言ったでしょ。俺それで、いや、悲しんでたと。俺、飯田さんから聞いた。この後皆さんが聞きたい LINE の脚色について話します。しっかりお聞きください。聞いたことも言うけど、俺別にかばう気ないから全然ね。なんかそのお前から来た内容がちょっと脚色入ってるって言われたから、なん今分かりましたね。そうやって、だからその超野球ブースには超野球ブースじゃなくてユーザー記者ですよってリナリナは高田に言いました。高田から来たメールにはユーザー記者という文がなかったです。あれ、じゃあ脚色入ってるじゃんっていう話になりました。じゃあ続きいきます。なんで嘘じゃんって。今分かりますよね。わかりますね、もう二度と言いませんからね。タイムシフト、今わかりましたね。はい。待って、俺は意図的にやってんじゃん、こいつと思っちゃったの。あ、それは別に変えてないの。そのテクスから来た内容をそのまま俺に伝えてきたの。いや、俺どうなの。いや、さっきどうしてんすか。いや、だって MC とかずっと脚色だと思はい、これも、リナリナ君は勘違いしてました。別に悪くないですよ。今のところ誰も悪くないですね。誰も悪くないですね。はい、行きます。ああ、そういうことだね。そういうことが納得しました。行きます。はい。読むよ。高田から来た LINE 読むよ。はい、読みます。ここで高田から来た LINE をじゃあ読むよって加藤純一が言いました。はい。報告書を加藤健チャンネルでやってほしいらしい。あと、町会議に関しては、町野球ブースに行くのは NG です。公表 NG ですって。だからそこに町、ユーザー記者っていう文がない。これ脚色入ってんじゃん。俺は騙されたとか、そういう事情発表します。さあ次。あ、それは、そうなの？それは、これは、お前はこうやってリナリナに聞いたのかって今言いました。リナリナとの倉庫があったんで、お前はこうやってリナリナと聞いたのか。僕、この時、リナリナに対しても圧をかけています。さあ次。あ、僕ですか？うん。お客さんに送ったラインと全く同じですよ、多分。克服してるんで。それ、はい、そのぐらい、じゃあ、高田、俺に言いまして、その、あと、町会議に関しては、町会議ブース、町野球ブースに行くのは公表 NG ですって言われちゃったから、そんなの全然意味ねえじゃんと俺は思ったの。意味わかった。もう二度とわか、俺、この枠もう二度と見返さねえからな。意味わかった。
ID ですっていうとは伝えてないと、公表はあんまり良くないですね。はい、超野球ブースに行くわけじゃないんで、公表はあんまり良くないですね、僕公表 NG なんて言ってないですよってリナリラ君がその俺と言った時言いました。じゃあそれおかしいよ、高田が嘘ついてじゃんって加藤自身が発表しました。じゃあ次、さっき言った通りですよ、僕が伝えたのは。なんかそんでさっき言った通りですよ、僕はあのなんだっけ、僕は超野球ブース、超ユーザー記者ニュースって言いましたよ、高田さんにってリナリが言いました。はい、言ってる感じです、うん、だから野球の人じゃないんですか、加藤さんは。なんつった今、プロ野球の人じゃないですってふざけんなよ、お前。ちょっと待って、もう一回聞かせろ。公表 NG ですっていうとは伝えてないです。公表はあんまり良くないですね。なんつったんだ、さっき言った通りですよ、僕が伝えたのは。なんか言ってる感じです、うん、だから野球の人じゃないんですか。そうだね、それが、うん、小野球でっていうのは公表しない方がいいんじゃないですか、うん、公表しちゃダメですよって、はい、怒られるんで。じゃそれで、まあ、だって MC じゃないですもん絶対って思いましたけど、意味が分かりましたか。ここまでで皆さん分かんない人いますか。ここまででだ、みんな分かってない、俺のこと擁護してるやつも分かってない。いやそれがそのリアリアの話と高田健志が言ってたことに食い違いがあったから、俺は違うじゃん、話が違うじゃんって怒ってますね。もうこれで分からないんだと説明しません。わかりましたね。要はもうそういうことなんだって、もう掘り返す話じゃないないんだって。意味が分かっただろ。だそれでな、説明できただろ。だからその MC 云々の話とこの LINE の文面は全く関係がないんです。誰がこんな昔の話で発狂してんだよ。知らねえよ。知らねえ。うん。じゃあその超会議に、あ、その公表 NG というよりは別にそこを目的としていくわけじゃないよってことだよね。そうだな、そこを目的としてっていうのは。じゃあ超会議、超野球にこれ絶対後でドワン君に怒られるでしょ、お前。わかりましたか今ので。もう一回言いますと、もうこれ最後に言います。ことの始まりは2月16日、3月1日にまで坂も登れ、もともとは超会議のリポーターの仕事だけあった、超野球ブースは違うえだけあった、超野球はブースが違うので関係がなかった、高田健志君が本当に俺に気遣ってくれ、これ本当に感謝してます。リナリナに野球ブースにも行けるようにお願いしました。これもう事実です、もうしっかり俺は確認してます。でリナリナドワンゴに交渉しました。でも加藤純一一人じゃ厳しい、じゃあ木工と一緒に出てください、それが3月5日で、ユーザー記者として野球ブースに行くことになったが、ここで高田とリナリナにそこが出ました。いやそんなのおかしいじゃん、俺だってそうやって聞いてたよって言いました。でそれでリナリナと高田の間に情報の食い違いがありました、これは両者が認めてるだろな。で俺は疑心暗鬼にかかるわけよ。いやそんなリナリナが送ってってるって言ってんのに高田が送ってないって言ってんのおかしいだろって俺考えたんだ。今高田健志がバカだったんだ多分。単純にあいつ悪意があったわけじゃないんだよ、これはもう今見ればわかる。悪意はないと思う、悪意は本当にない、単純な情報の行き違いで。俺それに関しては言ってる、いやそれだったら俺もちゃんとリナリナに確認しなかったからいけなかったよねって、これ本の中で言ってんだろ。わかりました、誰も悪くないんです、もうこの話完結してるんです。お母さんにこんなことで怒られた僕の気持ちにもなってください。なんでそんなふざけて相手に失礼じゃないんですかって。意味わかりました、もうこれでわからないんだったらもう僕がもう悪いです。もうこれでわかんないんだったらもう僕が悪いでいいです。はい、全員の勘違い、そう、俺もそうやって勘違いしちゃった。リナリナもなんかわかんない。リナリナもそうやって言ったって勘違いしちゃったかもしれないし、高田健二もそうやって勘違いしちゃったと。これどうですかこれ。なのでもう皆さん、もうこの話はなかったことにしませんか。僕が悪いでいいです、じゃあ。なかったことにしませんか。はい。この話掘り下げても誰も得しないんですよ。少なくとも僕と高田健二とリナリナが。で、LINE でやり取りはしてないんです。そういう関連の。その、いや、お前嘘ついてんだろうっていうのは、ね。そういうことなんですよ。ニラニラが、との二人の話し合いで、脚色が入っちゃってるっていうふうに俺が聞いたから、それは俺が悪い。高田がいないとこで話しちゃったから。だから俺が疑心暗鬼になって、じゃあお前それ、本当に、ニラニラの前で言えんのかっていう意味で言ったんです。わかりましたか本当に。それが LINE の脚色という意味です。もう分かりましたね。もうこれ以上細かく説明できません。
これ以上ね、本当に分かりましたね。はい、よろしいですね。なんであの動画はもうでっち上げなんですよ。僕と高田圭司君が非常に迷惑してます。やめてください。あの非常に迷惑してるんでやめてください。やめてくれませんか、ね、明日以降この話一切触れません僕は。あと第三者のわけわかんないゴミみたいな生主の方がガチャガチャ言ってきても僕はもう反論しません。このメール、あ、この動画が、YouTube に上がってるんで詳しいことは皆さん見てください。うんこちゃん高田健司と絶縁するまでの流れ後編、2016年3月28日うんこちゃん切り抜き集、再生数17,107、グッド76、バット22、バット押しときます僕は。わかりましたね。もうこれでわからない人には説明しません。もうこれ以後もうこの枠はもう明日には消えてます。なんでもう触れないでください。荒らさないでください。はい、以上。これでわからない人にはもう説明しません。自分でなんか一生懸命ね、聞いてください。なんか調べてください自分で。はい、寝るわ、おやすみ。正解、おやすみなさい。もう僕も寝ます。僕も寝ます。お疲れ様でした。さよなら。